2007年の西洋祭りの様子西洋祭りは、三重県名和町で毎年6月の第一週末の2日間にわたって開催される祭りである。かつて、伊勢神宮の西洋が、都から伊勢の五木の宮に軍業した様子を再現した西洋軍業が祭りの見どころとなっている。この祭りは、かつて名和町に存在した伊勢の五木の宮にちなんだものである。祭りでは、 都から、西宮御所へ向かう採用と、その従者の行列を再現している。西宮後の史跡指定地内を、平安時代の衣装を着た120名の人々が、西宮平安の森、上園芝生広場西宮歴史博物館に向けて、更新する。採用軍業が開始されたのは、第3回からで、現在のような平安時代の時代交渉に則っ,っての、軍業になったのは、第7回からである。 第13回以降は、町外からも軍業参加者への応募が可能になり、第18回以降からは、西王、助監役の一時先行通過者全員の中から、採用役選考会が行われるようになっている。愛の土山西王軍業、西ぐ行列と共に、外部公募されている、三大採用軍業の一つとされている。2011年の祭りでは、 三重県知事の鈴木秀隆が伊勢国の国史の役で軍業に参加し、素晴らしい祭りと称賛した。また、鈴木は軍業参加前に西宮歴史博物館を見学したが、それまで新三重県立博物館の建設博士かも視野に各地の博物館を視察していたことから、今回は視察じゃない。判断材料じゃないからねと語った。2012年からは10月に、 伊勢市で開催される伊勢祭りにも出演しており、実際に伊勢神宮まで軍業が行われる。伊勢祭りは伊勢神宮の神奈目祭りに合わせて行われる祭りであるが、史実の採用も伊勢神宮の神奈目祭りに赴くのが役目であった。スケジュールは以下の通り、雨天の場合は中止となる。ありがとうございます。